1942年、前年より始まったドイツによるソ連侵攻はモスクワ手前で膠着。もはや全面的な攻勢を行える余力はなく、さらに日本に合わせアメリカに対し宣戦布告したことから、独ソ戦を早期に終結させなければならなかった。ドイツ軍上層部はソ連の石油供給源が爆油田に依存していることに目をつけ、交通の要衝であるスターリングラードとアストラハンの2都市を占領し、石油補給を断つことを目論んだ。この目標はヒトラーにより高カサス地域の油田の完全占領に変更され、実施されることとなる。42年5月、ドイツ側の欺瞞によって思考がモスクワと認識していたソ連軍は奇襲を受け、ウクライナにて4個装甲師団相手に22個装甲旅団、戦車1246両を失い、ドイツ側の進撃を許す、6月28日には生食作戦が発動され、枢軸軍130万がロシア南部になだれ込む。8月にはスターリングラードに到達、市街の大半を占領下に置き間もなく陥落すると思われたが、前年と違い撤退を繰り返し戦力を温存していたソ連側に対し、枢軸側は補給が足りず、また中小国の軍が前線を維持している始末。11月後半、ソ連側は反攻作戦であるウラヌスを実施。ソ連側の情報隠蔽のおかげもあり、油断しきっていた枢軸軍の戦線は瞬く間に崩壊。一部のドイツ、ルーマニア軍部隊が頑強に抵抗しソ連側に出血を強いるも、攻勢開始わずか4日後に第6軍は包囲され、約30万もの将兵が閉じ込められる。ルーマニア軍戦線が崩壊し、一時南方軍集団そのものが崩壊する危機が訪れたが、後に第12軍を指揮するエンクがルーマニア第3軍の残余や空軍要員、後方要員や本国からの機関兵をかき集めなんとかチルカワで戦線を立て直す。一方で包囲された第6軍を救出すべく、11月21日にドン軍集団が編成され指揮官にマンシュタインが着任する。チル川流域にいた第17軍団と南に位置していた第4装甲軍をそれぞれ指揮官の名前にちなんでホリット軍とホト軍に再編成。この2個軍で南北より攻撃し、また包囲下の第6軍も攻勢に合わせ、脱出作戦である雷鳴作戦を行い、カラチ島あらかじめ設定された地点で合流し30万の友軍を救い出す計画であった。だがホリット軍に増援として送られた第306歩兵士団はベルギーからの輸送中であり、攻撃のための兵力がなかった。そのためウラヌスにて大損害を被った第48装甲軍団を再編成、予備であった第11装甲師団と第336歩兵士団を充当した。またチル川下流部が前線で突出しており、包囲下の第6軍と一番近いドイツ占領地であったが、攻撃を実施するためにはドン川を渡過する必要があったため、マンシュタインはここを飛行とするのは不適切と判断。その代わりホト軍の左翼のソ連軍をここに引き付けることに決め、陽動攻撃のため第48装甲軍団をここに配置した。司令官にはクノベルスドルフ装甲兵大将、参謀長にはメレンケンが就任。第48装甲軍団及び第336歩兵士団師団長ルヒト少将以下の司令部要員は4日までに当該地域に到着。第336歩兵士団の部隊も6日までに続々と到着した。その時点で突出部の防衛を担っていたのは埋め合わせとして配置されていた第7空軍野戦師団のみであり、その他は包囲を逃れた第6軍残余や後方要員等で編成された戦闘団や集団であった。さらにドイツ兵だけでなくウクライナでユダヤ人問題に対処していた第36エストニア警察大隊も急遽ここに送り込まれており、これはドイツ軍の深刻な兵力不足を如実に表している。これら集団のうち、特筆すべきなのがアダム集団であり、これはギュンター、ヘーベル隊員によって指揮された約3000人の集団であった。隊は包囲を逃れた第384歩兵士団の残余をまとめ、ドン川に架かる橋があったシモチルスカヤを死守。この努力によって突出部は維持され、スターリングラード海をめぐる一連の戦いで大きな役割を果たすこととなる。この集団はその指揮官によってたびたび名称が変更されているが、動画内では便宜上アダム集団と呼称する。さて圧倒的なソ連軍と比べると吹けば飛ぶような貧弱な兵力ではあるが、最もエンクの努力がなければその兵力すら集まらなかったが、幸運にもソ連軍が第6軍の脱出阻止のために兵力を移動したこと、これら小集団が圧倒的な劣勢にもかかわらず頑強に抵抗したため、なんとか前線を維持できていた。ただソ連側もこの突出部が重要だと気づき、さらに第6軍の自力脱出が不可能になるとチルカワでの攻撃が再開される。まず11月26日に北に位置するルーマニア第3軍が攻撃を受け、そして29日にチル川下流でも攻撃が始まる。
小集団の抵抗も虚しく、ソ連軍はオストロスキー近郊で渡河に成功、橋頭保が築かれる。このような状況だったため到着した第336歩兵師団は即座に橋頭保の南に配置される。また前日夜に第11装甲師団が第48装甲軍団の指揮下に入る。この時点の師団の戦力は兵員約1万1000。戦車は91両でその内訳は、指揮戦車が3両、何に使うかわからん2号が18両、と状況によってはソ連中戦車と打ち合える3号長砲身が54両、短砲身が8両。ソ連戦車とまともに打ち合える4号長砲身が7両、短砲身が1両であった。また軍団全体の兵力は9日に指揮下に入る第7野戦空軍師団の分も合わせて3万ほど、また前述の小集団も合わせて4万から5万ほどと推測される。これと対峙するソ連第5戦車軍は12月1日時点で指揮下に8個歩兵師団、3個騎兵軍団、1個工兵旅団、1個戦車軍団、7個戦車旅団、と無数の砲兵、迫撃砲、対空砲部隊を備えていた。ただその全てが戦闘に参加したわけではなく、資料も不足しているため兵力の詳細は不明。ただドイツ側の倍ほどはあったと推測される。12月7日、後方でパルチザンを追いかけ回していた第11装甲師団の先鋒部隊が数百キロの旅を終え、ようやく目的地に到着した。まだ先鋒と司令部要員しか到着していなかったため後続を待ちながら高級将校が攻撃のために現地偵察を行っていた。ここ数日の雨が続いており、ソ連機による襲撃が予想されないためこれを後期にドイツ側は橋頭保の除去に動く。悪い道路状況と人員不足に苛まれながらも前日に弾薬と燃料の運搬を済ませ、午前5時に南から第336歩兵師団、西からゼレ戦闘団、第7空軍野戦師団、第301戦車大隊が攻撃を始める。6時17分、第336歩兵師団が161高地の占領に成功、だが94高地からの攻撃が激しくそれ以上前進はできなかった。6時30分、師団の兵士が多数の戦車がオストロスキーに向かうのを目視。さらに30分後、再び 96.4 高地近辺で多数のカチューシャを伴った21両の戦車を目撃。これを受け師団の銃や戦榴弾砲が砲撃を加えるが弾薬が不足する。15分後の7時ちょうど、今や敵戦車は50両にまで増えトラックに登場した多数の歩兵と共に129高地方面へ向かうのを目撃。7時17分、第7空軍野戦師団が155高地の東500メートル地点までに進出、さらなる進撃のため師団は第8航空軍団に近接航空支援を要請。7時37分、ソ連戦車部隊がゼレ戦闘団と第7空軍野戦師団の間を突破。カチューシャの砲撃により師団は壊滅、2センチ高射砲でソ連戦車の迎撃を試みるも全くの無意味であり、今や師団は最後の予備兵力を投入し突破阻止を試みる。これを受け第336歩兵師団は側面攻撃を阻止するため左翼の部隊を南へ向ける。8時30分、敵戦車のさらなる突破が予想されるため第686敵弾兵連隊第2大隊及び第685敵弾兵連隊第13中隊で第79集団農場に陣地を築くようワグナー大佐なる人物に命令が下る。またスツーカの爆撃とアダム集団の野戦砲の支援下、再度 96.4 高地へ攻撃するが、猛烈な阻止砲火により頓挫、師団は160高地から 106.6 高地にかけて現在地を維持することになる。8時40分、敵戦車3両が第79集団農場に到達、の通信を最後に前衛部隊との通信が途絶。10分後、状況が極めて深刻であったため師団が保有する全体戦車兵器を左翼に配備するよう命令。また第336歩兵師団のみでこれに対処できないため第48装甲軍団に状況を報告、第11装甲師団の増援を要請する。これは許可され約2時間後に装甲連隊が到着する予定である。午前9時、第48装甲軍団が第11装甲師団司令部に警戒命令を発令。敵戦車がゾエフスキーより南西に突破、反撃のため第15装甲連隊を準備されたし。15分後、軍団より命令を受領した師団は第15装甲連隊に対し警戒命令を発令。ただ師団長以下高級将校はまだ偵察から戻っていないためこれは司令部に居合わせた一注意が発令したものである。50両の戦車を伴った敵が第336歩兵師団の左翼を突破。即座に移動できるよう準備せよ。命令は追って出される。10分後の9時25分、師団は再度軍団から命令を受領。7日にテゾエフスキー近郊を突破した敵戦車部隊は南西へ進撃、先鋒部隊はすでに第79集団農場まで進出している。
第11装甲師団は第336歩兵師団と共同し、第15装甲連隊を用いて上園のスキーより即座に出発し正面攻撃にて敵を散る川対岸兵を仕戻せ。また第至急第336歩兵師団へ連絡将校を派遣せよ。さらに5分後、前述の中尉が再度第15装甲連隊へ命令を下す。同時刻に第15装甲連隊第3大隊が連隊長ジメルマン大佐の命令を受け移動を開始。正午までに敵襲の報告を受け、師団長バルク少将等の高級将校が偵察から戻る。ドイツのドクトリンに反していたが、バルク少将は指揮所第336歩兵師団の司令部がある上園のスキーに設置。また歩兵師団の師団長のルフト中将と相談し、偵察の結果地形が戦車の運用に適していなかったことから軍団の命令に反対。むしろ単に撃退するよりもソ連第一戦車軍団そのものを殲滅することを目論んだ。この考えは次の軍団命令に反映されており、11時25分に軍団より溶かした敵部隊を殲滅するよう命令が下る。また同時に第15装甲連隊が一時第336歩兵師団の指揮下に入る。13時には師団の全部隊が攻撃に参加するように命令され、工兵、対戦車砲部隊、高射砲部隊が第79集団農場の南の道路を封鎖した。13時30分、第336歩兵師団の報告によると下園のスキーの北の 132.1 高地にて第15装甲連隊がソ連戦車と交戦。双方の被害は不明だが午前中に命令を受けここへ移動した第7空軍野戦師団の 8.8 センチ高射砲が2門破壊される。また時間は不明だがソ連側の資料でも第117装甲旅団の一大隊が 126.3 高地の北東1キロ地点でドイツ戦車16両が西へ進軍するのを目撃している。その日の夕暮れまでに前線は落ち着く、ソ連側は当初の目標である戦線の突破に成功、が、第216戦車旅団は目標である第79集団農場を正午に占領したがそれ以上進軍せずここで防備を固め、第1戦車軍団は第117戦車旅団の一部が目標である 142.6 高地手前まで進軍したのにもかかわらず、これを呼び戻し第89戦車旅団と共に未だ陥落していなかった161高地の攻撃に向かわせ、第159戦車旅団に関してはこれにも参加せず北から同高地を攻撃するためにオストロスキーまで後退していた。そのため翌日の攻撃では第1戦車軍団が南北より161高地を攻撃、第216戦車連隊は南でこれを支援することとなった。一方でドイツ側は第7空軍野戦師団が壊滅、第336歩兵師団は共闘歩の除去ができずむしろ姿勢に回り161高地近辺で防備を固める。第11装甲師団はこの日積極的に攻撃せず、第79集団農場南での突破阻止に努めた。また師団の2個敵団兵連隊がこの日午後に到着した。ソ連側の戦線突破を受けドイツ側は翌日の戦闘計画を作成。第336歩兵師団は現在地を維持、敵戦力が161高地に集結しており、戦車が南西、歩兵が北より師団左翼に集中して攻撃を仕掛けると見込まれるため、空軍の支援を要請、また相手戦闘団より対戦車兵器を引き抜いた。ゼレ戦闘団は現在地の維持、特に129高地をいかなる犠牲を払っても守備するよう命令される。第11装甲師団は第79集団農場の奪還を命令され、敵戦力が少なくかつ比較的地形が平坦な西側に第15戦車連隊と第111装甲連隊が移動を開始。また第110装甲敵団兵連隊は突破を防ぐため南側に配置された。日付変わって8日、午前5時15分、夜明けとともにソ連側が第685敵団兵連隊の陣地に攻撃を仕掛けるがこれは撃退される。一方で第11装甲師団は夜間行軍の結果、ソ連軍の攻撃開始前に配置に着いた。4時30分に第111装甲敵団兵連隊、45分に第15装甲連隊、5時20分に第110装甲敵団兵連隊がそれぞれ攻撃を開始。集団農場の北5キロ地点の 158.3 高地の敵は装甲敵団兵によって排除される。ドイツ側の攻撃により第1戦車軍団の側面が危険にさらされたことから、ソ連側は第216戦車旅団の一大隊を北へ向かわせ、また第89戦車旅団と第117戦車旅団を南東から155高地に差し向け、第159戦車旅団と第44自動車化狙撃兵旅団はこれを支援するために南東への攻撃に差し向けられた。ドイツ側は155高地まで進出、ドイツ側資料に記述はないがここでソ連自動車化歩兵の渋滞を殲滅したとされる。また前述したソ連戦車隊と遭遇し、激しい戦闘を繰り広げる。
また第336歩兵師団への攻撃が強化され、師団は第15装甲連隊の攻撃を要請。8時20分、第336歩兵師団の報告によると第79集団農場から攻撃を仕掛けたソ連戦車隊は第11装甲師団によって撃退された。8時45分、今度は戦車を伴った攻撃が第686敵団兵連隊に向けられる。ニーダーレンダー隊の指揮下大隊は頑強に抵抗、敵の野砲と戦車に損害を強いた。自軍の損害も大きかったが161高地の防衛に成功、156高地への攻撃は今もなお続いている。8時55分、装甲連隊が集団農場の北まで進出。9時30分、第111装甲敵団兵連隊は129高地でゼレ戦闘団と合流、第15装甲連隊は155高地でソ連側の反撃を撃退しさらに東へ進撃。第79集団農場へ通じる道路が封鎖されるとソ連側が包囲されたことに気づき、北と東への突破を試みる、だが砲撃と第110装甲敵団兵連隊の攻撃によりこれは阻止され、9両の敵戦車を撃破した。また9時55分、第15装甲連隊が次のように報告した。包囲は閉じられた。装甲部隊が自由に移動できるよう、即座に第110装甲敵団兵連隊を前進させるよう要請する。午前10時、ソ連軍が第336歩兵師団の防御陣地へ砲撃を実施。これにより156高地の高射砲と対戦車砲が撃破され、敵戦車の攻撃を阻止できずついに161高地と156高地の間を突破される。さらに30分後、師団左翼への攻撃が再開され、空軍野戦師団が徐々に押されるがニーダーレンダー大隊はなおも陣地を維持。ただ状況が極めて深刻なため師団は軍団に第11装甲師団の一部を派遣するよう要請、これは受理される。これを受け第11装甲師団は増援の派遣を決定、装甲連隊の第3大隊が派遣される。11時ちょうど、ゼレ戦闘団が戦車と共に反撃を実施。正午、161高地への攻撃がピークに達する、突破した敵戦車と自動車化歩兵が続々とドイツ軍後方へ浸透。第3大隊が161高地西1キロ地点にいたが弾薬不足により戦闘に参加できず、歩兵が突破したソ連戦車と直接戦闘を繰り広げる。この時点でソ連軍は 118.3 高地東の渓谷まで到達。12時30分、師団は空軍へ支援を要請。また同時刻に第110装甲敵団兵連隊が集団農場に突入。一方で前日に電話線が遮断されたことから師団本部と前線部隊の連絡が不完全であったため161高地の状況が不明となる。そのため第15装甲連隊に次のような通信が送られる。161高地近辺の状況が不明瞭。装甲連隊はいつこか、即座に応答せよ。13時45分、装甲連隊が弾薬不足の第3大隊に代わって第2大隊を161高地へ派遣し、第336歩兵師団左翼との接続を確立。14時25分、この時までに第79集団農場を完全に奪還、第110装甲敵団兵連隊はさらに北東へ進出。また装甲師団予備の第61オートバイ大隊が集団農場へ送られ、残敵は北東へ撤退した。15時ちょうど、ソ連側は幾度も161高地へ攻撃を仕掛けるものの、ニーダーレンダー隊の指揮下第686敵団兵連隊はこれを全て撃退、なおも同高地を維持。40両もの敵戦車の攻撃を跳ね返したものの対戦車砲8門を喪失。一方で第685敵団兵連隊の攻撃は頓挫、橋頭保の排除に失敗する。15時30分、第11装甲師団の各部隊が第336歩兵師団の左翼の再構築に成功。第336歩兵師団の各部隊は師団本部と連絡が確立されていないため、突出したソ連軍に対し確固で防御戦闘を強いられる。一方で包囲されたソ連第216戦車旅団は 148.3 高地を目指し東への脱出を開始した。19時前後、軍団は翌日の計画を立案、第336歩兵師団は渓谷の残敵を一掃するほか橋頭保への攻撃を継続。第11装甲師団はゼレ戦闘団を指揮下に置き、砲兵や 8.8 センチ高射砲の支援のもと、155高地より攻撃する予定となった。だが20時、包囲された第216戦車旅団が必死の脱出攻撃を開始。ドイツ側はこれを阻止できず、旅団は渓谷で第89戦車旅団と合流し、深夜にかけてオストロスキーへの撤退を試みる。ソ連側が集団農場で露飼した装備などを使用したことや夜間ということもあり双方ともに大混乱に陥る。
156高地のドイツ軍が戦車11両を撃破すると奮戦するも最終的にソ連軍は脱出に成功した。2日間の戦闘での双方での戦果主張は次のようになる。おそらく重複も含まれているが、ソ連側は兵士3500の殺傷、各種火砲84門、各種車両315両、戦車23両の破壊を主張。また多くの装備の旅客と弾薬を積んだ荷車を破壊したとしている。ただこれは誇張されていると考えられ、そもそも戦車を運用していたのがゼレ戦闘団、第11装甲師団、アダム集団の3部隊しかいないが、第11装甲師団の8日の損害が戦死10名、重軽傷45名のみでその9割が敵弾兵連隊のものであり、7日の損害はほぼなし、ゼレ戦闘団に関してはソ連側は1両の戦車の破壊を主張。アダム集団に関しては7日に第336歩兵師団右翼の支援のために戦車を用いたが、8日の活動は確認できていない。さらにソ連側は重戦車の破壊を主張しているが、ドイツ側がこの地域で運用していた重戦車は鹵獲したカーベイが4両のみ。一応ドイツ軍では4号戦車を重戦車と呼称していたことがあるが、12月21日の第11装甲師団の保有していた4号が9両であることからこれも怪しい。もちろん撃破されたのち回収された可能性もあるため何とも言えないが、そして航空機2機の撃墜も報告しているが、これに関しては双方の主張が食い違っているため不明。ソ連側は両日ともにドイツ空軍の空襲に苛まれたと記述しているが、一方で第336歩兵師団は空軍の支援が全くないことに対して文句を言っている。ただ結局ドイツ側の資料が見つからなかったので具体的な数値は謎。第7空軍野戦師団が壊滅したり第336歩兵師団が予備兵力の投入を強いられたり、さらに対戦車砲と高射砲が多く撃破されているのでそれなりの損害はあったと考えられる。一方でドイツ側の主張では軍団参謀長のメレンディン曰く53両の戦車を破壊、戦闘日誌では第11装甲師団と第336歩兵師団合わせて46両を撃破したとしている。こちらも誇張されており、ソ連側の資料によると第1戦車軍団の損失が様々な要因を合わせて26両。第216戦車旅団は総損失を報告しておらず、確実な損失が4両と合計して30両となる。戦闘後と戦闘前の差を損失として導こうとも考えたが、第216戦車旅団の6日時点での保有戦車数が13両。8日にオストロスキーにたどり着いた時が11両、撃破された4両と合計して15両となり意味わがんねことになったので諦めた。またソ連側は故障や増援の派遣等で半日で保有戦車数が変わるためそもそもの数が不明である。具体例を挙げると、第159戦車旅団の T70 の保有数が6日夕方で10両だったのが翌日朝には4両に減少。そして8日には9両撃破されるという珍事が引き起こされている。まあドイツ側の8日の目撃情報を合計すると7日の保有戦車数を余裕で超えるので、誇張があるにしろ途中で増援が派遣されたと考えるのが妥当であろう。またドイツ側資料には記述がないが、ソ連第8オートバイ連隊が車両37両の損失を報告しているため、これが8日に殲滅された自動車か歩兵と推測される。そして双方の存在に関わらず、ソ連側の攻撃が失敗し多くの戦車を失ったのは事実である。もっともその攻撃が2日遅れ、運悪く第11装甲師団の到着と同じ日になったりとドイツ側も危うい点はあったが。さて2日にわたる激戦が繰り広げられたが、これはまだ2週間続くチルカワの戦いの序章に過ぎない。また第79集団農場を奪還したドイツ兵が凄まじい光景を目撃したが、これは次回に回すとする。ご視聴、ありがとうございました。